98.7kg、 K-1 ジャパングランプリ99第3位浅田ひろみ。赤コーナー183cm、 109.0kg、 ISK 世界キックボクシングスーパーヘビー級王者
定の結果をお伝えします。ジャッジ大森こちのり29対25、青ゼロブレーバンナ。ジャッジ島光雄29対25、青ゼロブレーバンナ。以上の結果をもちまして、ゼロブレーバンナ選手の判定勝ちです。
定の結果をお伝えします。ジャッジ大森こちのり30対29、赤マットをつけると。ジャッジ島光男30対29、赤マットをつけると。以上の結果をもちましてマットをつけると選手の判定勝ちです。
Thank you.
定の結果をお伝えします。ジャッジ大森おしのり29対29、ドロー。ジャッジ島光雄29対28、以上の結果をもちまして、両者引き分けにより延長戦に入ります。エクストララウンド、判定の結果をお伝えします。ジャッジ大森おしのり10対10、ドロー。ジャッジ島光雄10対10、ドロー。以上の結果をもちまして、
りの結果をお伝えします。ジャッジ大森俊則30対28、青ミルコクロコップ。ジャッジ島光雄30対28、青ミルコクロコップ。以上の結果をもちましてミルコクロコップ選手の判定勝ちです。Go!
Thank you.
定の結果をお伝えします。ジャッジ大森こちのり30対29、青アンディ・フグ。ジャッジ島光夫30対29、青アンディ・フグ。以上の結果をもちましてアンディ・フグ選手の判定勝ちです。
定の結果をお伝えします。ジャッジ大森こちのり30対27、青のぶ林。ジャッジ島光雄30対27、青のぶ林。以上の結果をもちまして、のぶ林選手の判定勝ちです。
定の結果をお伝えします。ジャッジ大森俊則30対28赤武蔵、ジャッジ島光雄30対28赤武蔵、以上の結果をもちまして武蔵選手の判定勝ちです。
100.0 キログラム K-1 ドリーム99トーナメント第3位エリル・アビーキーセコンダルの結果をお伝えします。ジャッジ大森俊則29対28青ゼロブレバンナ、ジャッジ島光雄29対28青ゼロブレバンナ、以上の結果をもちましてゼロブレバンナ選手の判定勝ちです。3.0 キログラム和光世界無敵対スーパーヘビー級王者サムレコー
78cm 95.1kg K-1 グランプリ99準優勝ミルコクロスプーン赤コーナー180cm 99.6kg IK 世界クルーザー級王子レイ・ペフォThank you.
Thank you.
76.4 キログラム。第7回全世界空手道選手権大会王者、フランシスコ・ヒーロー。赤コーナー、185cm、98.7 キログラム。K-1 ジャパンザプリ99、第3位、アメダヒロミ。セコンドラウンド、ラウンド1。Thank you.
Thank you.
の結果をお伝えします。ジャッジ大森俊則30対28赤アーキスシューター。ジャッジ島光雄30対28赤アーキスシュー。以上の結果をもちましてアーキスシューター選手の判定勝ちです。Thank you.
186センチ、106.4キログラム。第7回全世界空手道選手権大会王者、フランシスコ・ヒーロー。赤コーナー、193センチ、108.4キログラム。 K-1 グランプリ96準優勝、太一エリナリーショー。レフェリー伊賀龍選手、ジャッジ島光雄、大森克典、田畑康子。セコンドRight.
の結果をお伝えします。ジャッジ大森こしのり30対29、青マットをつけると。ジャッジ島光雄30対29、青マットをつけると。以上の結果をもちまして、マットをつけるとの選手の判定勝ちです。Oh, boy.
の結果をお伝えします。ジャッジ大森俊則30対28、青シリル・アビディ。ジャッジ島光雄30対28、青シリル・アビディ。以上の結果をもちまして、シリル・アビディ選手の判定勝ちです。Grandes!
定の結果をお伝えします。ジャッジ大森俊則29対27、青ミルコクロコップ。ジャッジ島光雄29対27、青ミルコクロコップ。以上の結果をもちましてミルコクロコップ選手の判定勝ちです。
A1 グランプリ94、95、98王者イーターアーシー。赤コーナー193センチ、108.4キログラム、 A1 グランプリ96、準優勝ハイキーベリーナリーショー。Take a look now.
78cm 94.4kg K1 ドリーム99トーナメント優勝ステファニー・レイコー赤コーナー183cm 109.0kg ISKA 世界キックボクシングスーパーヘビー級王者判定の結果をお伝えします。ジャッジ大森俊則、30-28、青ステファン・レコ。ジャッジ島光雄、30-28、青ステファン・レコ。以上の結果をもちまして、ステファン・レコ選手の判定勝ちです。
1キログラム。99中南米空手の選手権大会王者、ブラウジー・ヘイトーカー。赤コーナー、188センチ、 95.1キログラム、 K-1 グランプリ99準優勝、ミルコ・クロコップ。赤コーナー、191センチ、100
キログラム WKO 世界ウェイタイスーパーヘビー級王者マット・ベリントン。の結果をお伝えします。ジャッジ大森ほしのり30対28、青ゼロブレバンナ。ジャッジ島光男30対27、青ゼロブレバンナ。以上の結果をもちましてゼロブレバンナ選手の判定勝ちです。
をお伝えします。ジャッジ大森俊則、30対29、赤ステファン・レコ。以上の結果をもちまして、ステファン・レコ選手の判定勝ちです。98.94kg、 K-1 グレード99トーナメント優勝。